では次はですね、ヒラリー・ハーンなんですけど、ぐっと大人になって、ロサンゼルスチェンバロオーケストラとですね、やっている、バッハのですね、バイオリンコンチェルトですね、ナンバー2、こちらをですね、聞いていこうと思います。Thank you.
この曲はね、CD だけじゃなくて CD-SACD のハイブリッド、あとはハイレゾ PCM のですねダウンロードと、さまざまな音源で聞くことができるんですけど、残念なことにね、ミキシングがあまり上手じゃなくて、弦楽器の音が混ざってしまってるんですよね。バイオリンとビオラとチェロ、コントラバスはかろうじて分離してますけど、バイオリン、ビオラ、チェロあたりの音が結構こう団子になって、またハードで、バイオリンの音もちょっと硬くて聞きづらい感じなんです。でもさすがに響きのいいスナッパー、エアボーのですね、HD ダックは、そしてこのビアンド W7072 シグネチャーの鈴の良さで7分あるんですけど、僕はもう本当に飽きることなく最後まで気持ちよく聞くことができました。この曲がですね、ここまで楽しくなるんであれば、もう何て言うかな、合格じゃないかなと思います。次は